日立製作所と日立ハイテクノロジーズは電解放出型電子顕微鏡の実用化において名誉ある IEEE マイルストーン認定を授与されました。これは FE 電子源および FE セムの実用化並びに電子顕微鏡による社会や産業への貢献が認められたのです。IEEE は世界160カ国40万人以上の会員数を要するアメリカに本部を置く世界最大の電気・電子・情報・通信に関する技術者の学会です。 IEEE マイルストーンは1983年に創設され、技術的なイノベーションのうち開発から25年以上が経過し社会や産業の発展に多大な貢献をしたと認められる歴史的偉業を表彰する制度です。今回の認定に至るには見えないものが見えるをキャッチフレーズにおよそ70年にわたって積み重ねてきた研究者たちの開発の歴史、科学技術や産業の発展、社会への貢献がありました。日立は1939年に電子顕微鏡の研究に着手、1942年に国産初の商用の透過電子顕微鏡を開発して以来、ブリュッセル万国博覧会でのグランプリ受賞など世界に認められる事業を発展させてきました。1969年には操作電子顕微鏡を商用化、 FE 電子源を開発したシカゴ大学のアルバート・クリュー教授を招聘し技術導入を実施。1972年には電解放出型操作電子顕微鏡を実用化、これにより操作電子顕微鏡による高分解能の観察が可能となり、世界中の研究開発などの分野に向け累計で5000台を出荷しています。半導体は産業の米と言われるように、パソコンや携帯電話、家電品、自動車などに幅広く使われており、スマートな現代生活には欠かせないものとなっています。半導体は回路パターンの微細化により小型化、高性能化しています。この微細化の進展に貢献したのが速調セム。日立はそれまで光学顕微鏡が用いられていた半導体デバイスの回路線幅測定に FE セムを応用した微細寸法の計測技術を確立、1984年に速調セムとして製品化、世界の半導体デバイスメーカーに向け累計4000台を出荷しています。エイズウイルスの世界で初めてのセム像観察には日立の FE セムが用いられました。 HIV の症例が発見されて間もない1985年、それまで球の形をしていると思われていたエイズウイルスが実際には起伏の多いコンペイトーのような形状をしていることが日立の FE セムを使ってはっきりと映し出されたのです。電子は電波も磁場も存在しない空間でも電磁ポテンシャルの影響を受けるというアハラノフボーム効果は万有引力をはじめとする自然界全ての相互作用を解釈できる統一理論とゲージ理論を証明する唯一の現象と言われていました。その存在の有無については30年にわたり論争が繰り返され、この論争に決着をつけたのが FE テム。この実在の証明には FE テムを応用した電子線ホログラフィーが用いられ、この量子力学上の成果はその後の科学の発展に大いに貢献しました。日立グループは電子顕微鏡を開発して以来常に業界のトップランナーとして走り続けてきました。操作電子顕微鏡、透過電子顕微鏡など幅広い製品ラインナップを取り揃え、学術分野に加え材料、半導体、食品、バイオ、医療などの幅広い産業分野で使用されています。私たち日立グループは今後とも社会イノベーション事業を軸として優れた自主技術、製品の開発を通じて安心、安全で快適な社会の実現及び世界の産業の発展に貢献していきます。